皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、8月の14日、13時16分、プロ野球、12球団、の皆様への、まあ、メッセージと、まあ、もし他国のプロ野球業界の方たちも、もし、まあ、興味がありましたらご覧になっていただいたらいいと思うんですけども昨日の試合のヤクルトスワローズさんと中日ドラゴンズさんの試合の、デッドボールなんですけども、まあ、動画を見ていて未来からの時間軸からの声掛けで、まあ、もう死球って書いてましたからもう当たってしまってるんだろうなというところで、ただ未来からの声をかけることによってそのもしかしたら、骨折には至らなかったりだとか、まあ、そういうふうなことを考慮して、まあ、未来からの時間軸で動画を見ながら YouTube ですが、1球目は避けれてるんですよ。で、岩田選手がデッドボールっていうことになってます。で、1球目は避けれてるんですけども、まあ、その後結局当たってしまってるんですけども、まあ、原因についても、まあ、これは一般人用の方に向けて、これはお伝えしますけども、あの両方のベンチから高津監督と、立浪監督が出てきてますけども、もうこれ相談しに行ってもらってるんですよ。どう思うかっていうところで、で、まあ、まあ、デッドボール当てたマウンドのピッチャーの方はネックレスつけてたじゃないですか。で、昨日僕が、動画で、お伝えした内容は、その、12球団全て1回、もう、チアガール、チアリーダーって呼ばれてるあの人たち、いかも外しましょうと。混ざってる可能性があると。これまあ、数年前も言いましたけども、まあ、それも原因じゃないかと。あの、L 業界の人間が混ざってる可能性があるから、これもしかしたら、それが原因でみんなデッドボールとかなってたらどうしますって。で、岩田選手は髪の毛染めてますか、何かこう貴金属とか何か余計なもの身につけてますか。多分僕の、もうこれ勘で言うんですけども、もう画面のその見た目からしたら、その動画では背中しか見えてませんでしたし、当たったと、まあ、こちらの方を向いてはいるんですけども、うつむいてる状態でもう手を押さえてますから、もうそれは痛くてしょうがないことですから、まあそこに僕は心の声でもう選手交代しましょうと。もうその痛いまま、試合してもしょうがないですから、まあ、自分の痛みの感覚で分かると思いますけども、もうものすごく痛かったら、もう病院行った方がいいです。あの骨折してる可能性っていうのがやっぱりありますから。で、岩田選手が僕が気になってるのは、髪の毛全く染めてなくて、余計な貴金属を身につけない真面目側の人が、デッドボールを被ったかどうかなんですよ。ここなんですよ。これが、まあ、こうっていうのはそういう、その部分のことなんですけども、髪の毛を染めてないのに、その真面目に生きてる側の人間が、なぜか痛い思いをするっていう。これ、阪神タイガースの近本選手もそうだったんですけども、昨年、デッドボールをこう持ってるんですけど、基本的に脇腹が多いんですよ。同じ箇所ばっかりなんですよ。もうそれ、何かあるんだろうなっていうところあるんですけども、もう大体わかるんですよ。解説席とか、余計なこと言うでしょ。なんとか隊長って、もうそこはもう僕言わないようにしてるんですけど、僕の動画で、その第一次世界大戦、第二次世界大戦の、例えば空襲回数の、動画とか閲覧できるようにしてるわけじゃないですか。ホタルの墓とかの海外の人たちに見ていただいた時の感想だとか。で、それでね、その当時の戦争の時に何があったかの、その、丸々隊長っていうことを言い出すわけじゃないですか。戦闘バッターの人に。もうそれも原因、一つの原因であることはもうはっきり判明で分かってるんですよ。もうそれはもう解説席の人間とか絶対言わないこと。特にアナウンサー。試合中に声が楽しんでるような声になってる時点で、もう仕事してる状態じゃないんですよ。気張れてないですから。楽しんでしまってるんですよ。仕事を。それって本物の仕事になってるんですよ。だからまあそういうふうな部分も含めて全員
張って、仕事に取り組んでもらわなかったらというところなんですけども、あの貴金属なんか別にもういらないでしょ。それともあれもしかして合成グラフィックか何かですか。僕もあのその辺のとこわからないんですよ。であとはヤクルトの選手の方で、まあヘルメットもしくは帽子を取ってましたけど、金髪の方が見かけたんですけども、それはもう一回丸刈りにした方がいいですね。もうそこ根性いらないですから。高校生みんなできてる、できてます。でそれぐらいのことはもう大人なんだから、自分のしてしまったことなんですから、髪の毛染めること、潔くならないと。でその僕の声に対して、分からんって逃げてるようじゃ、もう大人としてダメダメすぎます。君子供、プロ野球選手として選手登録される資格ないから。そんなに自分に甘すぎるんだったら、もうどこの社会人もそうだから、どこの窓口かけても電話かけても、もうたらい回しにして、自分たちは責任者じゃありませんみたいな形で逃げ始めるんですよ。それならそこそこに電話してください、それならそこそこに電話してくださいって、それをずっとぐる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 永遠に続けようとする。まあそこでもある程度のことを言うと、まあやっと物事が進み始めるんですけども、なんかやっぱりその怪我の元とかがこの、まあもちろんピッチャーの人はあのネックレスつけてるからといって別に当てるつもりは全くないと思うんですよ。だけどこれなんか変な神がかり的な力で物事がずっと動いてます。もうだいぶ前、もう僕が言い始めた頃にはもう検証終わってるんですよ。何回も何回もいろんな状態を見て、で皆さんも気づかれてますよね。だからそれでもまだネックレスとかつけさせてる時点で僕はどうかしてると思うんですけども、これでもし現場行ったら実はみんなネックレスつけてなかったとか、まあこれはその合成グラフィックでもそれありましたから、今まで国際大会でも他の競技であの入れ墨が浮かび上がったり浮かんでなかったりだとか、だ今のその状況をしたその科学の世界で、まあ日々皆さんどう気をつけねばならないのかというところですね。だからまあ誰かがそのネックレスももしかしたら全員つけてなかったとするのであれば、髪の毛の色に関してもそうなんですよ。だからあのもしかしたら髪の毛染めてないのに、金髪として表示されてるんだとするのであれば、自分たちで一回テレビでどう映ってるのか誰かベンチの中で一人誰か確認に回った方がいいですね。何がどうかって言ったら、その真面目に生きてる人が面倒なんだと思うんですけど、まあ、これは野球だけじゃなくてこの間のオリンピックの時でも、もう現場完全に抑えてますけども、詳細に述べてますけども、文章を読んでもらったら分かると思うんですけども、ホームページは YKS クリニックの一番からフェンシング界の件、他も同じなんですよ。これなんか変でしょ。なぜ真面目に生きてる人間の方が怪我しなきゃならないんですかっていうことになりますから、いや怪我しなきゃならないあなたでしょうって厳しいことを言いますと、ネックレスつけたりとか髪の毛染めたり、もうあの本当は言い方間違えてるんですけども、まあこういうふうな表現の方がもう一般社会には広がってますから、あの意図的に言いますけども、1ビッタっていう言い方なんですけども、あの1ビッタっていうのは本当は1ビットとかの話なんですよ。コンピューターの1ビット2ビット8ビットだとかで、そこから、バイトの世界があって、まあメガバイトだとかギガバイトだとか、まあ容量の単位ですね。8ビットで確か1バイトだったと思うんですよ。まあ、それもホームページにあの表を作ってます。で、いやまあその1ビってるっていうのがそういうところの表現からあの多分皮肉で、そのコンピューターっていう世界を昔難しすぎて、その8
っていう8ビットでその1バイト、普通まあ10の単位とかじゃないですか。あ、そういうふうなややこしいことを何をしてるんだと、まあ、いうような形からの表現の言葉だと思うんですよ。だからその辺のところでですね、特にね、これ警察官の方にも定期的に政府通して言ってるんですけど、これ権力者の人たちに多いんですけども、警察官で敬語使えてない人が多すぎるんですよ。で、あとすぐメモをしない人が多すぎる。で、これはね、ひどく自分の能力を低下させる要因にもなるんですよ。特にメモの方です。全部が全部頭の中で覚えて生活できるかってできないですから、何かこう通報が入った時にもうすぐに手元に最初からメモ用紙用意しといて、鉛筆とか何でも書くものを用意しといて、すぐにこうメモ、重要なところメモし始めると。それができる人とできない人全然違うんですよ、警察官としての能力が。もともとそうなんですよ。もう15分も喋られたらその内容を丸々暗記できる人間なんかまずいないんですよ、このように。まあ、その辺のところで僕がその髪の毛金髪に染めてる人の方は格闘技業界と関わってません。最悪選手として兼任とか。だ、阪神タイガースの梅野選手も結局骨折しましたけど髪の毛染めてたでしょう。で、その前は確か髪の毛染めてなかったと思うんですよ。で、僕はそういうちゃんと海洋基本法違反だっていうことが分かってますか。阪神タイガースの試合を取り組んでる、これ髪の毛染めてない選手が怪我するぐらいだったらっていうことにやっぱりなります。どう考えても理不尽すぎますから。髪の毛染めないことぐらいみんなこんなこと根性いらないですから。それぐらいもできない人間がなぜプロの世界にいるのっていうことなんですよ。で、いやいや、もともと根性ないから、大したことないから、頭なんか借りたりして、試合とかしてるから、みんな私もらったりとかして、でそれで結果出してるだけだから、見出しなみ見ただけでたった高校生でも守れてるようなことが社会人として守れてない人はもう社会人のレベルじゃないんですよ。高校生よりもレベル低くなってますから、それでもお話にならない。もう他の人が怪我するからもういらないから、そんな人。もう昔はホテルマンの世界もそうでしたから、髪の毛染めて現場来たら帰らしてましたから、もうええから帰れって、お前仕事する気ないやん、分かってるからって、なんで言われたこと守られへんと、いらんよって、現場めちゃくちゃなるからって、仕事舐めすぎやと。まあさすがに家帰ってからね、どうこうみたいなことは言いませんけども、一応そういう厳しい現実的な話を本当に、誰が怪我してるかとかを確認したときに、髪の毛を、まあ、芸能人で、丸刈りをする人もいました。けどもそれはするべきなんですよ。それをすれば本人が覚えていられるからなんですよ。結局これ髪の毛を染めなくなっただけだったり、メモとかをしなかった、記録をつけてなかったら忘れてしまって、また髪の毛染めてしまうんですよ。自分が忘れないようにするために丸刈りにするんですよ。僕も一回髪の毛を油断してる時に店員に勧められて染めてさせられたことあるんですよ。その後丸刈りにしてるんですよ。完全に丸坊主です。まあだからその時はまあ力仕事でしたから、まあ当分仕事にこれで集中できるなと。その髪の毛を切りに行ったりする余計な時間があるわけじゃないですか。その分仕事に集中できるなっていう感覚で僕は取り組んでいました。まあ最初の相談に戻りますけども、これなんか変ですよね。で、最初は避けれた時、岩田選手が避けれた時、審判の方がその顔面に、ボール当たって、まあマスクつけてますから、まあちょっと痛いぐらいで済む程度だと思うんですけども、もちろん髪の毛染めてらっしゃらないでしょう。第一義的に何かこう真面目側の人間が怪我してるこの世界がなんか本当に変でしょ。だからどう考えてもコンピューターとかが
神がかり的な力を身につけてそうなってるとしか思えないんですよ。じゃあ僕は全試合確認してそれ対応できるかっていうのはそれ無理ですから。でフェンシングの試合もオリンピックに関してはもうテレビ見ながら取り組んでいて、まあそういうような現象が起きてましたから、イタリアの選手で既婚者の人で真面目そうな人で髪の毛染めてない人で、片や団体戦だったから、まあ混入していた、指輪を2つ目つけてる結婚指輪ではないもので耳に、ピアスもしくはイヤリング、自分が得点した時にヘラヘラ笑いながら舌を出す、もうその瞬間僕だって退場させますね、審判だったら、僕が審判だったら。で除名ですよ、君もうスポーツする資格ないからって、一から出直しって、どっか働いてきて、真面目に働いてきたっていう証拠、反省文と一緒に提出してからって、戻ってくるんだったらって、当たり前、社会人として。その反省文書かなかったら何が悪かったかって自分でまだ忘れてしまいますから。で、これね、以前も、去年も岩田選手でしたっけ？岩田選手、今までデッドボール何回ありました？で、これね、もうみんな故意ではないっていうことを、もうデッドボールの世界ですごくご理解できてるから、もう乱闘にはならないと思うんですけども、以前も対戦チーム中日でした。で、また同じ指の位置でした。それだったら、神がかり的な時間の世界で、試合そのものが再現されてしまってる可能性あるんですよ。その時もどうでした？最初の1球目審判の顔に最初ボール当たりませんでした。マスク誰か覚えてらっしゃる方いらっしゃいます？僕も例えば去年だったら阪神タイガースの試合をテレビ見ながらずっと取り組んでましたから、まあ何かしらこう思い出したりすることはできるかもしれませんけども、これはもう他球団の人の試合って地上波でまずこちらの方で放送されることってまずないですから、これはちょっと私の方で思い出したりすることっていうのはなかなかかなり難しいんですけども、ただ岩田選手、岩田っていう名前の人がデッドボールを以前もこむってたっていうニュースがあったと思うんですよ。報道というか、まあ、YouTube の動画といいますか。もしかしたら、最悪、これ、試合を丸ごと以前の内容を、コンピューターがね、神がかり的な力で、丸々再現してる可能性あるんですよ。それ見破っていたら、まだデッドボール防げるかもしれませんし、根本的なことを言うと、もうネックレスとか、そんなの取り外したらいいですし、髪の毛染めた人間、論外。ベンチにも入れさせない。あ、まあ白髪でも同じですよ。髪の毛染めちゃダメですよ。黒色とかね。僕みたいにこういうふうに白髪のままでね、こう生きていってもらうと。もうこういうことですよ。するべきことをきちっと、まあ皆さんしていただきたいと。まあ、こういうことです。まあ今考える対処方法としてはそうですね、世界の皆様への天の神様の安全の祈りホームページに記載している通り死ぬんですよ。それでもそうなるっていうことはっていうところですね。できる限りのことは一回皆さんで、ね対処してみましょう。そうじゃなかったらこれあんまりのね、真面目に生きてる人間ばっかりにこう攻撃されてしまってる状態っていうのは、これはあまりにも理不尽ですね、この世の中。まあ理不尽なことっていっぱいありますけども、もうそこはもう対応できるところははっきり分かってるんですから、これはもう大人なんですから、全員でしっかりと、対応しましょう。皆さん以上です。ご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。これもあとはまあ、マスコミの人とかに伝えてもらって、一応まあ、フジテレビ系列でジャンクスポーツっていう番組を作りましたけども、あれももともと僕からの提案でできてるんですよ。で、いろんな各業界のスポーツ選手とか集まってきますから、プロ野球業界の人たちがね、河合さんはもうこう言ってるって、もうこんなデータが出てるっていうことを開示して、まあ、ジャンクスポーツの方でも、扱ってる人たちがしっかりと開示して、スポーツ業界全体から、まずもう髪の毛染めてる人間とか一切合切もう省かなきゃなんない。で、
まあ、さすがにもう今時はピアスの人もいけませんけど、ただネックレスの人がたまにいるでしょ。だからその辺のところを、これ何回言われて、これ以前から僕は何回も伝えてるはずなのに、なぜそれ直さないんですかね。誰か変な指示出してます、つけとけとか。もうそういうことでしたら、もうその人、裁判所に出てもらいますよ。もう加害行為ですから、ここまで飲むとはっきり分かっていました。あとは言われてるのにまだつけてる選手いるんだったらもう解雇ですよ。あとは、まあ最近で言うと、まあ巨人の選手の方で、そのダイビングした時に、外野手の方だと思うんですけども、外国人の方で、こう地面すれすれのところ取りに行って、こう手首がこう地面にこう当たってしまって変な方向に曲がってっていう骨折ですね。だからその辺のところの、その、流れを順番に見ていくと、そちらの方が先に発生してるんですよ。で、その助っ人で来てるの意味合いのところで、助っ人の意味のところが、もともと日本人の人がそういうふうに怪我した部分を、助っ人の人が怪我していたらどうしますかっていうことなんですよ。日本人が外国人の人を盾にしてしまってるっていう形かもしれないじゃないですか。コンピューターがどう考えてるかわからないですよ。だけどもその後に外国人ピッチャーの人が岩田選手にデッドボールを発生させてるんですよ。で、これがもし巨人の試合で、巨人のその外国人ピッチャーの人が対戦チームの人にこうデッドボールを与えるような形になってしまうこと、簡単にバレるじゃないですか。だからコンピューターの作動とか現場の作動の仕方とかでもバレたことによって他者の方に被害者が出てるようにしか見えないんですよ。点数の入り方とかもそうなんですけど、今まで動画で何回も言ってきてるじゃないですか、点数の入り方とかも。その辺のところで全員潔さをまず持っていただきたいです。昔の僕が働いていた時のホテルマンの世界で、あれぐらいの厳しさが一般の社会でもどこでも持てるぐらいにならなかったら、ダメだなっていうのが、今の社会に求められる、重要なことです。まあそれはもう怪我とかが発生しないがためなんですけども、まあ、ただし、巨人の、まあ、外野手のその選手に関しても、それも自分で取りに行った打球ですからね、それを我々日本人としても、我々のせいにされてもっていうのは本音ですし、それもアメリカのメジャーリーグでも、同じだと思います。普通、それは、その人の、取り方に問題があるのであって、まあ、責めるように聞こえてしまうかもしれませんけども、そこは無難にこう手首がこう変に、あれ見ていて本当に僕も危ないよって思ってたんですよ、ずいぶん前から。けど、プロの人だし、慣れてるから大丈夫かなとは思ってたんですよ。だからそこで言っておくべきかもしれなかったんですけども。今までもう今年何人かこうダイビングした時に地面に向かってもうグローブの入り方がこうなってしまってる時あるんですよ。もう こうなってしまうから、それいや取りに行く時普通にこうスッとグローブ出す、平行に出すだけでいいはずですから、多分手の振り方だと思うんですよ。外野手の人たちボールダイビングする時こう左グローブの人だったら、こう走っているときに、左手が前に行った瞬間だと思うんですよ。これで、ほぼ 100% 平行に手が出るはずだと思うんですよ。多分、こう、左手引いてるときに、走ってるときに、左手引いてるときに、ダイビングして、左手を多分出そうとしたんだと思うんですよ。これは、聞きながらこうだから、自然と、こうなってしまいやすいんですよ。だそれちょっと外野手の人たちは、12球団の方、ダイビングの練習をしてもらって、
で、その走りながらの、左グローブの人は左手が前に行くときにジャンプ、右グローブの人は右手が前に行くときに、ジャンプ、ダイビングすると。で、補給しに行くと。それをちょっと練習しておいてもらえますか。それだけで、その事故の発生数は減らせるはずだと思いますので、皆さんご協力ご対応のとよろしくお願いいたします。以上です。ちょっと話長いですけども、略したこうメモ帳を皆さんで作っておいてもらえますか。どういうふうな形で、事故が起きてるかっていうところで、その対処方法としてこういうふうにした方がいいっていうものをしっかり確立したものをメモして、12球団しっかり、持っておきましょう。以上です。